ナ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。ベジータ。お前らは俺の作った失敗作だな。これ以上喋るな。本気でやった方がいいぜ。あいつにいいようにされちまったのが悔しくてしょうがねえんだよな。よく聞けカカロット。消えてなくなったのはもう貴様はおしまいだ。ざまあみやがれ。死を早めるだけだぞ。兄弟隕石の俺はベジータだ。俺の目的はカカロットだけだ。よっぽど悔しかったんだろうな。貴様ら！偶然にしろ必然にしろ、今は俺に分があるのさ。そこを狙うのがお前の常だ。お前ら兄弟はかつての力を出し切れないのには理由がある。だが天が味方したのは俺の方だ。向こうの戦闘は大丈夫だろうな。相手が勝利を確信したタイミング。無理だ。この星の者どもと仲良くしていられるわけだ。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。超えちまったな。あん時からずっとスーパーサイヤ人の壁を越えていたんだ。うまく精神集中できるだろうか。おめえは失敗したんだ。ほら、そうだった。調子に乗りやがって。もう一つ大きなパワーがある。大きな
になるなよ小僧。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。僕だ。こんなに手応えはありそうな怪人は久しぶりだ。そんなの隕石に言え。殺されるだけだってわかんねんか。俺がなりたかったヒーローと違う気が。若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。俺は今25だけど。すごい。何なんだお前ら。俺がなりたかったヒーローと違う気が。ズリーゾ、戦いの高揚感は